ちは、岩波邦明です。今日は新しい2桁 ×2 桁の暗算法を紹介します。算数や数学が苦手な人でも簡単にできる暗算法なので、皆さんぜひチャレンジしてみてください。暗算を習得することでプログラミング脳が育つ理由を改めて教えてください。はい、プログラミング脳というのは、問題に対してステップバイステップで論理的に答えを導き出す力というものを指すというふうに思います。そしてこの歩み算の暗算を習得すると、ステップバイステップで答えを簡単に導き出せるという暗算法なので、この暗算法の習得によって問題に対してステップごとに答えを正しく導き出すプログラミング脳が鍛えられます。計算力を高めることで受験やテストを有利に進められる理由を教えてください。はい、計算力を高めると計算が早く正確に解けるようになります。そうすると結局テストの問題でも早く終われば、時間が間に合わなくて解けなくて点数が低いということも防げますし、それに暗算で頭の中で早く計算ができるようになると問題を頭の中で早く処理するという力も身につきます。そうすると結局他の図形問題とか、文章題とか算数の他の問題も早く処理できて早く解けるようになるので、全体的に算数のその点数成績のアップというものが期待できます。勉強の、する中で算数や数学の重要性に改めて気づいたと、どういったタイミングで気づかれたの？私は今スタンフォードで AI について学んでいますが、学び始めてすぐに本当に AI というのはもう数学でできているんだ、もう本当に数学ばかりでが登場するんだということに気がついて、これは我々が学ぶ算数数学のまさに延長線上にあるものなので、本当に AI 開発でも算数力数学力というものは大事だなということに気がつきました。歩み算ではどのような工夫を凝らしたのでしょうか？はい、歩み算では、いわゆるワーキングメモリというものを、一番うまく活用する、方法をとっています。これは頭の中に思い浮かべておく必要のある数字の数をなるべく少なくすることで、誰でも簡単に暗算をすぐにマスターできるようにしてある。これが歩み算の最大の特徴です。